フルーツバスケット相馬幸役島崎信長です。はい、このキャラクターのここが一押しとのことなんですけど、フルバみんないいんですよね。一人一人にやっぱドラマだったりバックボーンがあって、のどのキャラクターからもなんかすごくね受け取れるものはたくさんある、まあ、そんな素敵な作品だなって思ってるんですけど、ここはやっぱりゆっきーくんと言いたいとこなんですが、まあファイナルに向けてということで、ちょっと今日まあ、今日だし、今日と相対する形のユキっていうところもあるんですけど、まあセカンドではね、割とこうユキが成長していく、まあ、ちょっとユキ視点の成長物語みたいなところもよりあったと思うんですよ。でそれがまたファイナルになった時に、今日のねいろんなね、あいつねもうねなかなかうじうじもしてるんですよユキがね結構セカンドでね成長したから、まあ、なんか今日がねこっからどう変わってくんだみたいなところがすごく注目してほしいなっていうのはありますし、仲が悪くて実際に仲良く喧嘩しないではなくて本当に仲が悪くて喧嘩していたユキと今日でも、その2人がそれぞれね実はお互いに憧れる部分だったりとか、まあ、どこか自分にないものを持ってて、まあ、どこか、まあ、尊敬って言っていいのかなしてる部分があったりだとか、まあそんなところもある不思議な二人なんですけどね。その二人がまたね、いろいろとあるわけですよ。なので、まあ今日の成長だったり、変化だったり、そして今日と向き合う雪に注目してもらえれば、そして雪と向き合う今日にも注目してもらえれば嬉しいなと思うんですけど、まあ本当は全部です。はい、全員です。ということで、ついに最終章、ザ・ファイナルへと突入するフルーツバスケット。どうぞ皆さん、もうすぐね、放送だと思いますので、していただければと思いますよ。もうめちゃくちゃいいです。最後まで見ていただけたらもうね絶対に皆さんの人生にね、何か今後の人生に絶対プラスになる何かが得られる、そんな作品だと思っております。どうぞ最後まで見届けてください。よろしくお願いします。